さあ続いて、はい、ヒロさん、テーマの発表をお願いいたします。聞きましたけれども、はい、これですね。中国軍艦がまた領海侵入。中国の軍艦がおととい鹿児島県沖の領海に侵入。相次ぐ中国軍艦の動きに対し有効な手立てを見出せず、日本政府は危機感を強めています。中谷防衛大臣は今後も中国艦艇の動きを十分注目して警戒監視をしていくと述べ、領海侵入を強く牽制しました。昨日もニュースでお伝えしました。でもこの問題は冷静に対処しましょうという話ではあるんですが、うん、これ今回まあ、ね、領海侵入、決して領海侵犯とは言えないですね、うん、というのはなぜかというと、一応国際ルールに従うと無害通行権という権利があって、まあ、中国の、ね、軍艦といえども日本の領海を通り過ぎるだけだったら、うん、国際法上何の問題もないということなので、違法じゃないという意味でね、あまりそんなほど大きなニュースにはなってないんだと思うんだけども、ここで止まって監視行動をしたりとか、うんうん、いろいろな軍事的な、そうそう、軍事化とするとそれは無害通行じゃないか、審判ですよね、うん、だけど今回ね、このことを通して言いたいのは、中国っていかに身勝手かってことを知ってもらいたいんですよ、うんうん、でまあ、でもこれ国際問題だから非常に難しい話ですよね、でも日本と中国お隣同士、つまりこれ近所トラブルなんですよ、なるほど、だから近所トラブルで中国がどういうことを言ってるかね、ちょっと皆さん知ってもらいたいんですよ。例えば私身近なところに置き換えるってこと、堀さんと私がね、はい、お近所さん、お隣同士だとしますね、はい、で私はね、あの堀さんの庭を毎日勝手に通ってます。やめてくださいよ。なんでやめるの、ヒロさん。あのね、いい加減ストレスなんですよ。あんたもやめろよ。あのね、いや、あんた黙ってください。あんた堀さんの庭なんだから。お互いの最後問題だからね。うちはね、いつも芝生も綺麗にしてるのに、ね、あなたが通った後に法律知らないの、法律知らないでしょ。他人の家の土地でもね、通るだけなら自由に通っていい、それを妨げちゃいけない、そういう法律あるんだから。なんで私通っちゃいけないのよ。嘘だね。だって不法侵入じゃないですか、そんなの。いや、法律がいいって言ったのから絶対不法侵入ないしね。で警察に言ったら勝手に庭に入って、これ防犯上も問題だって言ったら警察も振り向いてくれるんじゃないですか。いや、だって法律がいいって言ってんだから。何の法律ですか。それは日本の法律がそう言ってるって。日本の法律日本人じゃないの。日本の法律ざっくりしてるな。いや、だけどね、民法、そう、うん、だから誰だってもね、堀さんの土地を通過するだけだったら問題ないのよ。それはでもプライバシーの侵害とかあるわけですよね。でもそれは法律がそう言ってるんだから問題ないんで、だけどね、じゃあ逆にじゃあ堀さんがね、はい、僕の家の庭を通るときにはそれダメよ、絶対に。いや、まあ、僕は通らないですけど、そういう人に迷惑かけることはしません。私は人に迷惑かけません。立派だね、立派だけど、ダメなんですか。でも通ったら対等じゃないんです。そう、いや、対等じゃないというかね、法律は確かに、ね、うん、いいんでしょ、通って通っていいっていうふうになってるけど、だけど私の家の敷地だから、私の家のルールに従ってほしいの。カット。どうでしたか、ビービーさん今の話は。理不尽さんみたいな話が。何が理不尽か分かります？中国はね、中国は日本の領海を通るときには国際法というルールがあるから通ってもいいって言ってるのね。だけど今度日本の船が中国の領海を通るときには中国の国内法があって、中国の国内法で他国の船は通っていけないよ、それだけでは事前に許可得なさいよと、そう言ってるわけですよ。日本はあまりそんな領海侵犯をするようなことはないじゃないですか。そう、ないから、ね、基本的に。だから日本もそういう法律作ればいいんだ。日本も国内法作ればいいってことで、でも日本はそういう法律作ったらね、だって緊張感高まるね、国際法と国内法矛盾しちゃうでしょ、うん、それやっぱやめるべきでしょ。日本は国際法を遵守する立場から言って、良識のある国っていうのはそうなんですよ、うん、国際的なルールに従って国内法も従っていく ところが、良識のない国は国際的なルールなんてあったって全く無視して自分たちの我が道で好きなように国内法を作っちゃって、うん、まさに今のような中国のようなことを、ね、やってしまうんです。でも国際法がおかしいだけじゃないですか、要は。でも国際法はだってみんなで守るべきだって作ったし、その国際的なルールに中国は加入しますよって言ってるんですよ。そうだけど、みんながそういうの守る人たちばっかじゃないもんね。 でもね、うん、でもじゃあどうとしたらね、こういうふうな、ね、ことをやっぱ言うしかもないんですよ。提言、ヒロの提言、はい、中国の身勝手を国際包囲網で非難、うんうん、まさにこれお近所トラブルだから、お近所トラブルを解決するときにはやっぱり周りみんなでコンセンサスを持って、ええ、そりゃそうだ、おかしなこと言って身勝手なこと言ってるのをね、やっぱ封じ込めなきゃいけないんですよね、うん、もうそれしかないんです。実はね、国際的ルールおかしいと言った時にそれ強制できない、それまたおかしいことだと思うんだけどね。だから裁判だったら普通はね、裁判であなたもう従えと、法律従えというふうに言うんだ。でも国際的な場では裁判も強制力がない、ない、
結局法も強制力がない、なね、だからもう包囲網でもって身勝手を封じ込めしかない、こういうことになってるんですよね。さあ問題提起していただきました。また議論していきましょう。本日のオピニオンクロスは以上とさせていただきます。